はい、トモコンチャンネルです。はい、今回も僕のオリジナルでね制作してる、3代目割り箸墓場をこんな感じでね紹介してます。で、前回はこのトラックのね、箱のボテにしたとこの助手席側をリレーのね LED の球をつけて光らせて紹介してましたが、今回は、リアの方、まあリアは上側でだけですね。はい、と運転席側の方ですねをこんな感じでねチカチカとさせてます。で、今ちょっと制作中なんですが、このはいこのプロテクノですねの方で、ここの部品ですね。はい、ここの部品に穴を開けて、で、このリレーの球ですねを今2つ穴開けてこんな感じでなってますが、あとね6個はい間隔を開けて、まあちょっとね細い穴なんですけど、ちょっとはいこんな感じでちょっと準備してます。はい、で今細い穴なんですけど、それを棒やすりとかね、それで大きくしてこの球を入れれる状態ですね。はい、に、頑張ってます。はい、今回はこんな感じでねちょっとこちらの、前側の方は今製作中なんですけど、運転席側のもうここですね、はい、のとこと、この、このリアのね、この上のとこだけですね、はい、をつけてみました。はい、前回は、助手席側ですね、助手席側の方で、一応こんな、はい、四角くしてました。はい、でちょっと3個ぐらい余ったので、このはい初代の一番星号ですね、まあ映画とかでも出てる初代の一番星号の感じでね、はい、3つはい間隔を空けて、ちょっと穴を開けてね、球を入れてみました。はい、で、あとね、今仮でなんですけど、この箱のねフロン前側は2つですね、左右と、でこの後ろ側の左右で、この上ですね、はい、の左右と下のはい左右を仮でなんですけど、 L 字の棒ですね、はい、 L 字の棒で、メッキのシールですねを貼って隙間をねなくすようにしようと思って、今これちょっともう仮で、はい、してますが、これもね今ちょっとボコッと出てますが、ここ L 字の棒を入れて、でメッキのシールを貼ってます。はい、またね、次回なんですけど、うまいことね
この L 字の棒で、まあ、この隙間ですね、はい、このプラ板とこのプラ板で、このプラ板で、この横のプラ板ですねの方を隙間を開けない状態にして、製作していきたいと思います。はい。で、今回はこの LED の球とで、ちょっとなんですけどもう準備しました。ここビッグホーンですね。ちょっと大きいかなと思うんですけど、ビッグホーンのここなんですけど、はい、これは、外野カラーの、これは純色マゼンタっていうやつかなを塗ってから、クリアオレンジを塗ってます。はい、このね、このビッグホーンのとこですね。それで今ちょっとね、このアーチの上のとこなんですけど、これもクリアオレンジで塗ってます。はい。でここもね、バックミラーのとこも純色マゼンタを塗ってから、クリアオレンジを塗ってます。はい。でグリルのとこと、でこのナンバーのね、枠の LED の球ですねみたいなとこなんですけど、それも今これはみ出してますが、またね綺麗にちょっと塗り分けします。これもクリアオレンジで塗ってます。はい。ここもね、穴開けて、LED の球でねリレーをさしてみたいかなと思います。はい。今は雰囲気でねこんな感じでちょっと塗ってますが、またちょっとリア側、この箱のねこのリア側の方が完成したら、フロントですね、キャビンのとこ、はい、アーチのとこ電気つけて、で、この V 字のとこですね、 V 字マーカーのとこつけて、ヘッドライトバンパーの方をで内装ですね、内装のシャンデリアのとことかも LED の球を入れて、チカチカと光らせて、ちょっとやってみたいかなと思います。であと足回りですね、足回りというかサイドバンパーのとことかで、リアのテールの周りですねの方も LED の球を入れて、チカチカとさせてやってみたいかなと思います。はい。まあ、今回はねこんな感じで、また3代目の割り箸補助ですね、僕のオリジナルでねここまで、できました。はい。まあ、このね次回はこの、隙間が開かないように、エロ棒でねちょっと加工して、こういうメッキのメッキっていうかね、アルミシールで貼ったりとかして、うまいことしてやります。でこのとこも光らせてやります。はい。まあ、今回はこんな感じでなってますが、また次回ちょっと進んでると思いますんで、よかったら次回の動画も見てください。はい。それではね今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。